はい、コーズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介する商品は、こちら。はい、ドラゴンボールからメタルクーラー。こちらがね、また今日届きました。プレミアムバンダイ商品です。はい、この外観じゃね、わからないんでね、じゃあ、早速ね、箱を見て、箱をまず見てみましょう。はい。はい。ということでね、出ました。もうね、あれ、箱の段階で、かっこいい認定。はい。いやもうこれ箱の段階でめっちゃかっこいいわ、これ。何これ、メタルクーラー。あ、ちなみにね、フィギュアなんですけど、大きさは HG です。はい、 HG クラスですね。ネクスト、ベンドーズイノベーションインドアーズか、メタルクーラー。はい、こういう感じですね。いやー、これはすごい。これはね、多分1体しか入ってないんですけど、プレミアムバンダイの、サイトでだとね、これが100体で売ってるのがあったんですよね。100体プラスおまけで1体みたいな。それが値段がいくらだっけ、30万40万ぐらいだったっけな。うん、誰が買うねんって思ったけどね。うん、いやー、でも買う人がいるんだろうな。なんかよ、1体で十分だと思うけどね。まあ、多分劇場版を再現したい人は買うかもしれないけどね。あと金持ちの人はね。うん、ということでね、じゃあね、まず中身を見てみましょう。多分ブリスターに入ってると思うんだよね。うん、ということで、ちょっと一回箱から出してみます。はい、早速ね、開封しました。いや、ちょっとね、びっくり。HG クラスかと思ったら全然違かったね。 HG より全然大きかったわ。うん、HG の2倍ぐらいあるかな。それでこのメタリック感、まあこのブリスターの状態ですごいテカテカしてるけどね。いや、これどうすっかな、これ素手で触っていいかな。じゃあちょっとね、実際に、手に取って、お見せしましょう。はい、ということでね、出来上がったじゃない、開封しました。こちらですね。じゃ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 んとね。いや、すっげえ光。うわ、なんだこれ。めっちゃ金ピカピン。いや、これはすごいな。もうね、メッキだからね、完全指紋つきますね、これね。指紋ついたらそっから錆びたりなんかね、しちゃうんでね。皆さんもね、ご注意ください。ちなみにこれタイザーがないんでね、多分ここの尻尾とあれで3点倒立みたいな感じで立つと思いますね。はい、こういう感じでね、うん、簡単に立ちます。はい、いや、すげえ、本当にメタル。本当にメタルクーラーって感じ。いやー、思ったのと全然大きさが違うからびっくりしたな。HG ぐらいかと思ってたから、にしちゃ値段高えなーと思ったんだよな。これを100体ってすごいよな。いやー、でもすっげえこれ。ただこの裏がね、ちょっと安っちいんだよね。こう、もうちょっとここね、別に穴埋めてもいいんちゃうかと思うけどね。なんでここ空洞にしてんのかなと。あとね、これ見た目よりね、もう画像動画見てるだけじゃ伝わんないと思いますけど、これめちゃくちゃ軽いんですよ。多分スッカスカなんだろうな。これで重量感あったらほんとすげえなーと思うけど、ほんとね、
なんだ、軽い、めっちゃ軽いんだよな。それはちょっと気になるっちゃ気になるかな。すげえな。でもね、これはね、ほんと満足ですよ。思ったよりでかかったね。 HG ぐらいかと思ったら、2倍ぐらいの大きさ。いやー、かっけえこれ。あ、じゃあついでに HG と比較してみますか。はい、ということでね、 HG の比較用としてね、前回紹介しました、身勝手の航空兆しバージョン、はい、こちらが HG の大きさです。で、今回の、メタルクーラー、じゃじゃんとね、このぐらいの大きさがあります。いや、大きいな、やっぱり。2倍ぐらい、二回りぐらい。いやー、すげえわ。とはいかないよね。メタルクーラーの方が全然弱いだろうけどね。このままボン。はい。いやー、これはね、でも本当ね、もうちょっとね、これ重量感欲しかったな。顔の出来もすごいね。いや、すごいわ。フリーザのお兄ちゃんだからね。いやー、すげえなー。またクーラー出ないかね。もう終わっちゃったけどね、アニメ。いやー、すげえなー。はい、ということでね、今回はね、メタルクーラーご紹介しましたね。はい、もう箱がね、もう何よりこれすげえかっこいい。箱の段階で、これ超かっこいいわ、箱。まあね、まあ皆さんももう受注は締め切ってますけどね、またオークション等で購入できると思いますんでね、まあ、気になった方は、買ってみてはいかがでしょうか。まあね、定価は確か4000円ぐらいかな、まあそれの価格を見てね、決めてください。はい、ほんとピッカピカしてんなこれ。はい、ではね、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。